本当にオーナーも嬉しいでしょうね、これはお父さん、初の G1 ですもんね。もうたくさんの、キャプテントゥーレが単独2番手に上がります。祭り田ゴッホが2番手に並びかけていきまして、3コーナーをカーブしていきました。 1000m 通過タイム59秒8です。さあその後は2馬身空きまして、4番手スクリーンヒーローと並んだコスモバルク、外に出して並んでいきます。ヤマニンキングリー、そして桜目がワンダー、内は4番のアドマイヤ富士です。さらには信玄、続いて北高パズシャ、エアシェイディ、そして3番のカンパニーが依然として中段後方、ウォッカは後方から3、4投目の位置となって4コーナーから直線コースに入ります。さあ外マスリダゴッホ、内はエイシンディフティ、間キャプテントゥーレ3頭並んでいる。さらに外に持ち出して追い込んでくるのはヤマニンキングリー、さらに大外からは桜目がワンダー、そして間からスクリーンヒーローが追ってくる。スクリーンヒーロー、ウォッカは内を狙って今5、6番手の一線に上がってきた。さあ出るところを狙っている。さあ先頭はカンパニー、ここに先頭に変わるか、カンパニー先頭か、外から内をついてウォッカだ、内をついてウォッカ、カンパニー、ウォッカ、間はスクリーンヒーロー。さあこの3頭の争いになった。先頭は3番のカンパニーだ、カンパニーゴールイン、カンパニーです。カンパニー8歳にして初めての G1 制覇。18番スピリッツミノル、1馬身半リード、17番ミアファル、今日は2番手で2コーナーに入ります。1馬身半差、8番ミズエリアン3番手、そして1馬身差6番レッドソロモン4番手、その後ろ5番手に16番のタガノエスプレッソがつけていますが、すっと外から9番のアルバートドックが動いていきました。前は5、6頭がひしめき合っています。ここで先頭8番のミズエリアンに変わった先団、2馬身がいて先団を追って11番のリアルスティールが追走しています。徐々にポジションを押し上げていきました。4番キタサンブラック、あとは2馬身差、3番タンターレグリアが中段前からじわっと進出、2番のサトノラーセンは動きません、じっと構えています。5番のベルーフもかわして上がっていって2度目の坂越えに入ります。14番のマッサビエルも動いていきました。目まぐるしく馬順が変わります。中段に13番マサカヤドリーム、2度目の坂越え、坂の下りに入って800を切りました。15番のジュンツバサ動いていきます。10番ブライトエンブレム、外から7番のスティーグリッツも進出ですが後方集団、あとは12番のワンダースレッタ、1頭置かれて1番のミコラソン、600を切って第4コーナーカーブに入ります。途中から先頭に立った8番のミズエリアンに並んでいった16番のタガノエスプレッソ、第4コーナーから直線に入りました。外は9番のアルバートロックが3番手、そのうち17番のリアファル再び足を繰り出そうとしている。最内を狙って4番のキタサンブラックが追ってくる。さあ8番ミズエリアンが先頭、それを捉えに出る17番リアファル、その内を狙って狭いところから4番キタサンブラックが追ってきた。さらには11番のリアルスティール、そして3番サンターレグリア、さあ内から4番キタサンブラックか、外から11番のリアルスティール、4番キタサンブラック、リアルスティールゴールイン、2頭並びました。17番のリアファル3番手、わずかに4番キタサンブラック内から抜け出たか、外から猛追11番リアルスティールと並んでいます。北島さん、はい、紅白をはじめテレビで随分、はい、拝見してますけれども、はい、こんな笑顔は見たことがありません。もう泣きました、涙が出ました、ありがとうございます。祭りだ祭りだ祭りだ、北さん祭り、俺もどんとまた頑張るよ、これが競馬の祭りだよ。スタートを切ったのはマグナーテン、内からマグナーテン好スタート、それからジューンキングプロもコースタートを切っています。外からアドマイヤ個人、そして真ん中からゴッドオブチャンス、ゴッドオブチャンスが花を奪っていきました。
そしてジュンキングフロンが2番手の真ん中、内からマグナーテン、外からアドマイヤ個人、流れは速くなるんでしょうか。前のエルシド、ディバインライト、ダイタクリーバー、内から2番のミレニアムバイオ、上がっていった。とどめピンクの帽子がダンツフレーム、さらにはレッドペッパー香港、それから4番のアメリカンボスです。上がっていきました。グラスワールド11番トロットスター、赤い帽子がリーグルカフェ、そしてエイシンプレストン13番ここにいました。13番エイシンプレストンはここの位置、そして力合体感です。鉄拳8番の宮城ロドリゴ、こんな体勢になっています。トレジャーも後方からです。さあ3、4コーナー中間地点、それほど縦長の体型ではありませんが、さあ前は前剣9番ゴッドオブチャンスの逃げ、ゴッドオブチャンスの逃げ、サメは効いているのかどうか。そしてマグナーテン、外から抜群の手応え、アドマイヤ個人、アドマイヤ個人、真ん中ジュンキングプロン、さあそしてエイシンプレストンはまだ後方だ、エイシンプレストン後方、さあ直線コースに、直線コースに入っている、ゴッドオブチャンス粘っている、ゴッドオブチャンス、マグナーテン、外からアドマイヤ個人、真ん中ジュンキングプロン、真ん中ジュンキングプロン、真ん中ジュンキングプロン、内からゴッドオブチャンス、マグナーテン、ミレニアムバイオ、アドマイヤ個人、そして外からダンスフレーム、外からダンスフレーム、アドマイヤ個人、ダンスフレーム、アドマイヤ個人、ダンスフレーム、アドマイヤ個人、外からダンスフレーム、外からダンスフレーム、アドマイヤ個人、アドマイヤ個人、2着にダンスフレーム、アドマイヤ個人、再びの G1、マイルの G1 制覇、2着ダンスフレーム、後藤騎手、鞍上の後藤騎手、嬉しい嬉しい、悲願の初 G1 勝ち、込み上げるものがあります。後藤コールです。大声援です。込み上げるものがあります。アドマイヤ個人の鞍上後藤騎手、ついにようやく G1 のタイトルを取りました。よかった、本当によかった。後藤騎手、東さん、はい、池添騎手のハローキャリーでの桜花賞制覇の時も感動的でしたが、そうですね、今日はまた格別感動的ですね。まあ、長かったですよ、はい、ね、この騎手としてはね、これだけ活躍している人間がなかなか自分は勝てないというのがね、そうですね、不思議なぐらいだったですからね。本当に本当に良かった後藤騎手。TMO ペラオです。TMO ペラオ先頭、2番手内からメイショードとステイゴールドも追い込んできた。ジョービッグマン2番手接戦だ。TMO ペラオだ。ゴリ、わずかに TMO ペラオ。さあ抜けた抜けた、強い強い TMO ペラオ。2馬身3馬身リード、メイショードと2番手の位置。 TMO ペラオ6連勝でゴリ。TMO ペラオ、メイショードと、そしてファンタスティックライト、 TMO ペラオ、 TMO ペラオ、ファンタスティックライト、 TMO ペラオゴリ。間から TMO ペラオが一気に突き抜けるか。メイショードドトと並んでゴリ。メイショードとオカ、 TMO ペラオオカ、メイショードトが突っ込んでくる。 TMO ペラオが先頭か。そして成田トップロード、外からメイショードトでゴリ。勝ったのは TMO ペラオです。手が上がりました。ホットシークレット先頭です。メイショードトー早くも2番手からメイショードトーがさあスパート、今先頭に躍り出る勢いで第4コーナーのカーブ、その後はステイゴールド、ステイゴールド、 TMO ペラオはまだ馬群の中、馬群から外に持ち出した。第4コーナー、メイショードトー先頭だ、メイショードトー先頭、あと2番手争いはホットシークレット粘っている。そしてエアシャカールと TMO ペラオはようやく今まだ4番手5番手ぐらい、ステイゴールドが追い込んできた。先頭はメイショードトー、うちホットシークレット、外からステイゴールド、 TMO ペラオ追い込んできた。メイショードトー、メイショードト、 TMO ペラオ、メイショードトやった、ゴール、メイショードト6度目の正直。そうですね、もう今回はこんなこと珍しい拍手が起こった。もう絶対負けられないと思ってたんで、本当今日はね、本当馬を信じてもらいました。作戦通りですか、前に行きました。もう本当作戦通り、3つぐらいしか考えてなかったんですけど、その作戦の1個がハマりました。無前キャンドルで勝ってますけど、それとまた違う喜びでしょ。そうですね、もう全然嬉しいです本当、はい、最後外気になりませんでしたか、直線は。もう必死で追いましたね来んなと思いながら、また2着かなとか、たくさん
さんのファンが応援してくれました。ファンに一言お願いします。本当に今度はねもう、王者交代でなるように練習を目指します。ありがとうございました。おめでとうございました。はい、さすがに石巻アナウンサー、もうー、ね、本馬場の審議が確定に変わる前に下でキャッチして確定したということで安田康彦騎手のインタビュー、をしてくれました。オーナー松本義夫オーナーと抱き合ってます。本当にオーナーも嬉しいでしょうね。これはお父さん、初の G1 ですもんね。もうたくさんの馬を持ち、またキャリアも十分あるオーナーですよね。ここで G1 だけは何としてもという悲願だったでしょうからね。しかし外をついて懸命にステイゴールド、ステイゴールドが2番手に上がってくる。ローゼンカバリー、メジロブライト優勝、ゴーリン。シルクジャスティス追い込んできた。さあ先頭サンライズフラッグか、しかし内からサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿、あと先頭ステイゴールド、ステイゴールド、外からエアグルーヴ、外からエアグルーヴ、さあサイレンス鈴鹿、エアグルーヴ、ステイゴールド、サイレンス鈴鹿だ。先頭ゴーリン逃げ切りました。オフサイド先頭、オフサイドトラップ先頭だ。ステイゴールド内から追っている。オフサイドトラップ、ステイゴールド 100m 通過。オフサイドトラップ、ステイゴールド、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、ゴールイン。2番手ステイゴールド。メジロドーベルエモシオン、外からグラスワンダー、外からグラスワンダー、間をついてステイゴールド、200を切った。オーストからメジロブライト、グラスワンダーだ、グラスワンダーだ。あと 100m、 メジロブライトが2番手の位置、メジロブライト2番手、グラスワンダー、的場が必死と入った。的場と入ってゴールイン。先頭はグラスワンダー、2番手スペシャルウィーク、3番手ちぎれてステイゴールド、グラスワンダー堂々とゴールイン。スペシャルウィーク敗れました。さあゴールまで 200m 地点。さあ先頭アンブラスモア、アンブラスモア頑張ったが、エアジハード、エアジハード、スティンガー突っ込んでくる。外目回ってステイゴールド、ステイゴールド、スペシャルウィーク。セーフスカイは今5番手集団。スペシャルウィーク、スペシャルウィークだ、スペシャルウィーク。2番手ステイゴールド、スペシャルウィーク、ゴールイン。そして外からマチカネ金の星、200を通過。さあステイゴールドか、マチカネ金の星、外からステイヒロコマンダーだが、先頭はステイゴールド、ステイゴールド、一馬身のリード、初重賞ゴールイン。ステイゴールド今中段のやや後ろまで上がってまいりました。さあリテガドが逃げて体半分のリード、エクラールが務めから2番手、その後に1馬身差、オリエンタルエクスプレスが3番手に上がってまいります。ジンダバトとこの2頭が並んでおります。そしてその後ですが1馬身半離れまして、内からダリアプール、さらにはファウンデーションスピリット、この2頭並んで3コーナーカーブ。あとは1馬身差ホワイトハート、インディジナス、その後に1馬身差ステイゴールド、ステイゴールド後方今6番手を進んで4コーナーのカーブに入ってまいりました。ステイゴールドまだ後方の6番手を進んでいます。さあ前の争いですが、エクラールが今度は抜け出して、あと600を追加、3、4馬身のリードを取りました。そして2番手の争いはダリアプール、ファウンデーションスピリットが上がってまいりまして、第4コーナーのカーブ。そして今ステイゴールドは中段から後位に上がってきた。さあ直線コースを見て、エクラールが先頭だ、後続に5馬身のリードを取っている。そしてストーついてファウンデーションスピリット、そしてステイゴールド、日本のステイゴールドが今3番手から2番手に上がりました。しかし前のエクラールまではまだ4馬身ぐらいある。さあステイゴールド懸命に追う、あと200を切って、エクラール先頭、エクラール先頭、そしてリードは2馬身から2馬身半、懸命にステイゴールド追ってくる。さあステイゴールド追う、しかしその他は2馬身、2馬身、1馬身半、さあ追った、1馬身ステイゴールド、3馬身ステイゴールド、ステイゴールドかわしたか、ゴールイン。さあステイゴールドかわしたか、粘る3番のエクラールを外から鮮やかにステイゴールド、ゴール前どうでしょうか、捉え切ったように見えますが。Day and night, wanna be alright, happy.